ございます。今日は北九州市小倉を出発しまして、もう早速九州を離れます。関門トンネルをくぐります。この普通列車下関行きに乗れば簡単に山口県まであと15分もしないで到着することができるんですが、朝も早いのでちょっと変わった渡り方、まあ視聴者の皆さんの中にはね、もう今まで紹介してるんでご存知の方も多いと思うんですが、歩いて関門トンネルを越えて、そして下関まで行こうと思います。この列車を次の門司駅で降りて、そしてまず門司港駅に乗り換え、門司港から下関駅までは完全に徒歩。その途中いろいろと見どころがありますから、それぞれご紹介しようというわけです。ここにありますのは北九州の貨物ターミナル、確かそうだったと思う、そういう名前だったと思うんですけど、この辺り工業地帯から出荷される工業製品、まあそれ以外のね、農業も意外と北九州市はあるそうなんで、そういったものを多分多数運び出しているんじゃないでしょうか。もうこの辺りで使わなくなった機関車が奥にたくさん止めてあります。あれも結構この辺りの見応えのあるものです。使ってないのかな、いやもしかしたら使ってるかもしれない、ちょっとあんま詳しくないんですけど、一旦列車の中の電気が消えて、列車も一旦静かになった後、また何やら音を立てています。列車の明かりももう一度復旧しました。この関門トンネルは本州と九州の、その境でありますが、九州と本州とで電気の仕組みも違うので、この車両はその切り替えるための性能を持っています。関門トンネルでよく使われる415系という電車です。高直転換という赤い看板が立っていますが、九州側は交流での電化、本州側は直流での電化。この関門トンネルを越えるための車両は高いので、いつまでも古いものが使われ続けています。今朝の北九州市はよく晴れていますが、なんだかオリオの方は雲海になってるみたいです。結構綺麗。海岸まで出てきました。駅から海岸までもうすぐです。目の前に小倉区の朝日を浴びる景色が広がっています。この辺が小倉の中心部、そこから左へスーッと視線を移せば駅の北側に広がる工業地帯、立派なもんです。あちらが昨日ご覧に入れました若戸大橋、その右側にもさらに煙突が伸びていて、この辺で北九州市は終わりです。そして目の前に見えているこの陸地はもうすぐ目の前ですけれど、こちらが山口県下関市、下関の中心部はもうあそこに見えています。そしてこちら高速道路、バスで寝れないんだよ壇ノ浦パーキングエリアがどこかこの辺りにあるはずです。門司駅のこの周辺にもレンガ造りの建物は並んでいます。もともと札幌ビールのなんか工場があったんですね。これはビール工場だったと思うんですけど、まあ、今ビール作ってるのか知りませんが、ビアガーデンとして、まあ、割と観光施設寄りの運営になっているようです。門司駅を出て、今これがどんどん線路が下がっているところがありますけど、これが関門トンネルの入り口。この間もご紹介しましたけど、戦前に開通をしたこのトンネルによって初めて本州と九州が陸続きになりました。だからこれが開通する前、1941年だか42年だか、まあ、戦時中ですね、その時よりも前は全部本州と九州との間は、これから行く門司港駅と、それから下関駅との間、関門連絡船船によって移動していたわけです。朝しかこんなところでね、窓を開けて景色を見るってことはなかなかないですけど、本当にこの辺り海側の景色を見ればどこも撮っても工場ばっかり、工場もしくは倉庫、そんなところです。この駅は小森江駅。ここもまた別に観光地ではありませんが、レンガの倉庫が並びます。明治の時代から本州と九州、そしてまたそれ以外の場所を船で結んだ九州の玄関、門司港の重要性がよくわかります。ただなんか見た目治安も悪そうですけどね、本当に悪いのかどうかは知りませんが、ちょっと雰囲気は怖いものがあるような気がします。まあ、実際昨日行った若松のあたりなど、私が聞いた話によれば結構海沿いは怖いから夜は行かない方がいいとか、そんなことを教えてもらったこともあります。本州下関をもう目前に臨む門司は九州の鉄道発祥の地、この間もご紹介をしました。農業用品を溜め込むサイロ、昔から海運で名を挙げた三菱の倉庫、九州各線の起点の地、
門司港に到着しました。私の乗ってきたこの列車は折り返し、九州最長の快速電車12両編成の南福岡行き。この列車はね、鉄道マニアの間でも非常に有名なんですよ。ちょっと映しときたかった。前の時はね、全部ご紹介しきれてなかったんですけど、この門司港駅のトイレなどもかなり立派です。旧洗面所、今も使えるのかな。昔の日本人の企画、ちょっと狭いってちっちゃいですけどね、低いし。水出そうだな。あ、出る。もともと蒸気機関車がやってきていた時代には、まあ、ここに水を張ってですね、それでこう顔ピチャピチャやって、顔についた真っ黒になったすすを取るということをやっていたわけです。トイレも立派です。幸運の取水橋、大正3年の建設当時からあり、トイレなんであんま大々的に取るともあれなんですけど、昔の便器があって全部一括して流してたんですね。すごいな、水洗便所。門司港駅前に並ぶベンチで朝ごはん、まあ、朝ごはんはもっと本格的に後で市場で食べるんですが、とりあえずここでセブンイレブンで購入した博多通りもんと言いたいところなんですけど、これ別にあの博多通りもんじゃないんですよ、そっくりですけどね。ただ食べますよ。もうこんな感じですよ。もう味もね、全く同じ。何がどう違うのかよく分かんないんですが、博多通りもんは1個あたり500、じゃあ1個あたり100円 で5個からの販売です。これは1個あたり75円で3個からの販売ってわけで、まあもう通りもんじゃなくてセブンイレブンで買えばいいんじゃないかなと思うんですけど、まあなんすかね、パクリ商品なのかな、絶対意識してると思いますけどね。では今日の工程と目的地をご説明します。今日はこの門司港から歩いて本州に渡り、山口県下関市から山口県内を移動します。ちょっと北上し美祢、また南下して宇部、さらにまた北上して山口市、最終的には山口県防府市でゴールということになっていて、まあ、割と距離的には長くない工程ですが、徒歩の時間が多いと思います。これから先の旅では船を使う機会が増えます。まあ、今日は今は使わないんですが、あそこ今出ていきました、カラト渡船というもの。今でも本州と九州の間には渡し船が通っていて、向こう側まで5分だったかな、それぐらいの時間で行くそうです。私が今向かう下関市の中心部はまあ大体あの辺にありますが、今から陸続きの道で行くため、一旦あそこ関門橋のたもとのところまで行って、海底トンネルを通り、この橋と並行して橋の反対側の下に出ます。そしてそれからもう一度この左側にこうとことこ歩いて、途中カラト市場というあの船も着くところ近くに寄り、そして下関市中心部まで行って、もう一度今度は JR 西日本山陽本線に乗り換えるというわけです。これね、今渡っているここですけども、羽橋でして、たまに船が下を通る時がありますんで、そうするとなんか時間決まってるみたいですけどね、これがバーッと開いて、そういう船が下を通る、その間は通れませんということになります。まあ、それもやっぱ結構いっぱいありますね。戦前に使われていたこの辺りでは、まだ昔自動車がそんな普及してなかった時、線路を敷いてそこから、荷物を取り出して、乗っけるみたいなことをやってましたんで、ここ多分そういうのがあったんじゃないかな、前は。今でも一部残っていて、これはね、昼間の時間になると観光列車みたいなのが走るんですが、まあお金もかかるし時間もそんな合ってないので、まあ乗りません。まあ、もちろん工業の町として栄えるこの北九州ですが、まあ、実はこっちに漁船もおりまして、さっきねおじさんが結構大きなタコを捕まえてましたよ。あれはすごかったな。まあ、この港の方に行く貨物船も結構古くてですね、トンネルの周りのこの囲いとかを見ればまあわかるわけですが、現在は完全に観光用、逆に観光用にこれが残ってるだけでも大したもんです。これが関門海峡の一番狭まったところで、早友の瀬戸と呼ばれます。向こう側は壇の浦、結構船がいっぱい往来しますが、それはそうですよね。これから先青森までこの陸地が途切れないわけですから、太平洋側と日本海側を行き来したかったら、もうここか津軽海峡を通るしかないわけです。結構ね、外国の船が多いんですけど、これは珍しく日本の船だな。ゆうとう丸って書いてあるよ、ゆうよう丸か。下関市をバックに結構いろいろ行き違いもあるわけですけど、これも日本の船だな、結構多いな。道丸、韓国とか中国の船が目立つんですけどね。いつもは早友の瀬戸の下はわずか500メートルほどしかありません。
この間、まあ、ここの下を直接通ってるわけじゃないって場合もあるんですけども、通っております交通手段はまず上の高速道路、そして国道2号線一般道路、さらに、JR 九州山陽本線と、JR 西日本山陽新幹線があって、国道2号線は、徒歩で渡ることもできるということになっています。さらになんかもう一個橋を架けるとか、 なんかそんな話ありましたよね。あの野党があの安倍麻生道路とか言ってなんか批判してるやつありましたけど、あのそういう、橋ももう一個架けるという計画もあるそうです。今日はあの日曜日で朝で車もほとんど通ってはいませんが、あの結構ねここも交通の需要は多いんだそうですよ。これはまた日本の船だな、陽神丸。なんかハングルとか中国語とか書いた船通らないですね。国道2号線は歩行者と車道で完全に分かれたトンネルになっています。まあ、同じトンネルの上下を分かち合っている感じなんですが、今朝の8時、歩行者は朝の6時から夜の10時まで通行できます。エレベーターで地下へ。自転車の場合は通行料金がかかります。30円とかだったかな。だから監視カメラがあってですね、それであの警備員がいるらしくて、まあ、それで朝の6時から夜10時までしかダメらしいんですけど、お金払わないで自転車乗せたりとかするとなんか放送で怒られるらしいです。結構地下深くまで降ります。長いですよこれ。垂直の移動をして、ここが国道2号線の歩道となっています。あっち側かな。あ、まあ涼しいな。これが分かりやすいこの辺の地図ですよね。さっき門司港から線路伝いに歩いてきて、ここから地下に入ります。でまた対岸に上がったら地上に上がり、もう国道2号とはお別れ、あとはこっちの方へ、下関市中心部へまた歩くというわけです。本当はね門司港と下関直線距離ではそんなに離れてないんですが、この関門トンネルは戦時中1942年に鉄道トンネルが開業、それが最初で、その後、戦時中にまた開業できるかどうかみたいな勢いで、車道も作っていたんですが、しかしそれが、戦争で中断したりしまして、結局完成したのはここに書いてある、1958年のことだそうです。それでやっとこの関門海峡を車で通ることができるようになりました。こんな感じですね。黄色いのがあの一般国道、この私たちの通っている道というのかな、その場所の真上を自動車が通っておりまして、実際上からもバコンバコンという音がします。これ今上にあるのかどうか分かんないですけどね、あのこの間笹子トンネルの事故の解説をした時言いましたが、これが天井板で、笹子トンネルではこれがボルトがこう手抜かれてバーッと落ちてきてしまったということです。この部分だけですけどね、ちゃんと国道2号というふうにもしっかり表記があります。まあ、ちゃんと看板のあれは正式なやつだな、シールとかそんなんじゃないですね。トンネルの長さはおよそ700m、800m ぐらいあるのかな。でここを歩いている人たちのほとんどは、まあ、地元の買い物客みたいな人もいるにはいるんでしょうけれど、まあ、大半の人はね運動のためにここでランニングとかに使うっていう感じですね。でそれだけまっすぐ並んでいて、しかも、まあ、地上よりはちょっとは涼しいですから、あのそこでずっと運動するにも悪くない環境のようです。まあ、あと見てると分かりますが、中間地点にかけて下り坂になってまして、そこがまた上りに切り替わってもう一度上に上がると、だからトンネルの反対側をここから見通すことはできません。結構ねこれまた上りが長いですから、ずっとやってると上る方は疲れるんですよね。ここが多分ね人道トンネルの一番低いところ、ここだけ構造が違って、また水の音がします。まあ、このようにトンネルの一番下の部分をあの坂によってねあのこう低くすることにより、ここに水を集めて、そこからポンプで持って排水すると、まあ、そういう仕組みなんでしょうね。関門トンネルは鉄道トンネルでも自動車トンネルでもそうですが、やはり海水の流入が多く、ポンプでの排水が必須だそうです。そしてそのすぐ脇に有名な、ここにしか存在しません、あの人間が踏み越えることができるものね、福岡県と山口県の県境の証があります。これをもって九州にはおよそ確か11日だったかな、割と長めに滞在をしましたが、これでお別れ。これからは本州の旅ということになるわけです。出口まであと400m、上り坂の始まりでもあります。朝なもんで人もほとんどおらず快適でした。着きました。こちらが、山口県下関市。いや疲れたな。そんなすごいクタクタっていう感じじゃないんですけど、暑いんでね。
上がったこちら側、壇ノ浦は平家源氏の戦いの場所、まあ、この説明も何度もしましたからね、簡単に言いますけど、もともと壇ノ浦の戦いで平家が滅んだわけですが、最後の戦いの時平家は割と実は優勢だったようです。最初勝っていたんだけれども、ところが義経がうまくこの辺りの潮の流れを読んでいまして、午前中平家が優勢、午後になると潮の流れが変わって、源氏の一点攻勢というわけで、もうみんなですね、平家はボロ負け、最後は安徳天皇を抱えた、お母さんの徳子が、一緒に受水自殺、その時に三種の神器が失われましたが、一部のものが拾い上げられて、確か草薙の剣だけは、回収されなかったのかな、勾玉とか、なんかそういうやつはね、発見されたとか、確かそんな話だったと思います。天慶海運、これは東京って書いてあるけど日本の船なんですかね、ただ韓国に行く外交船なのかな、なんかそんな風に見えます。うん、日の丸が掲げられてるから日韓を結ぶ貨物船ですね。また大砲があるここは、イギリス軍と長州藩との戦いの場所になりました。撮影戦争、違う下関戦争、こっちからですね大砲で頑張って攻撃したんだけど、大砲の性能が良くないので、頑張っても攻撃はできず、一方でイギリス軍の、軍艦の、大砲の性能は良かったので、向こうからはですね軽々とこちら側を破壊する、そんなわけで長州藩ももうこれは外国と戦っても無理だわということを悟り、薩長同盟というか、まあ、そういう方向にも舵を切ったのかな、確かそうだったと思うんですけど、何も確認しないで喋ったんで間違ってるかもしれません。今の説明あんま得意じゃないんでね、すいません、よろしくお願いします。私なかなか今回の旅ではほぼ天候をことごとく味方につけておりまして、この雲がね今向こうから流れてきてますんで、この間に次の目的地市場に向かおうと思います。まあ、そうすると日陰のまんまで抜けられると、もうずっとね文字についてから日の光をほとんど浴びてないんですよ。関門橋も真下から見られます。なんか雲が動いてるからね、関門橋がなんか前にスライドしているようにちょっと錯覚しましてビビりましたけど、今撮ってた時。また向こうに新門司港というのがあります。まあ、これは今ですね一緒にいる方から教わったんですけども、石油のタンクみたいなものがあって、まあ、ここも結構今ではあんまり人が行くところじゃないです。貨物船の発着場として盛んに使われています。門司港が、まあ、これ見えませんけども渡し船のこの裏側に門司港駅あるんですが、ここからこうずっと線路を伸ばしてですね、で、新文字の裏口の方まで届けると、さっき映した、観光用の線路はもともとそうやって使われていました。現在でも新文字港から名門太陽フェリー、阪急フェリーという関西方面への夜行フェリーが出ています。これ安くて便利ですよ。この下関側から文字港駅もこの画面の真ん中映ってる、これそうだと思うんですけど、一応見ることができます。まあ一応ですけどね、駅前の広場、さっきあそこで衛星通り門を食べたのです。またこれは下関の名所赤間神宮。まあ、正直これのね詳細については知らないんですけども、まあ、下関って言ったらなんかこれがよく写真に出てくるイメージはあるな。武雄温泉の楼門に似てますが、竜宮城がモデルなんじゃないかなって話です。またなんか見た感じ、ここが朝鮮通信使の本州側の上陸地だったんですね。対馬からここへ来てたんでしょう。この間ご紹介しましたんで、せっかくゆかりがあるからお話しします。で歩いて着きました。ここが門司港の対岸、下関市唐戸市場、唐戸かな、明治時代になんかここにあってね、ずっと始まってるらしいですけど、まあ、今では観光の名所にもなっています。観光客向けな感じですが、まあ、逆にあんまりクロート向けじゃないんでやりやすくて助かります。まあ、こんな感じですけどね、外から見るほど中は新しい感じじゃなかったですが、まあ、めちゃくちゃ安いって感じでもないけど、でもね探せば安いのもあります。であと下関の名物フグも容易に手に入れることができます。お金あったらここ来るの楽しそうだな。まあ、今日もね1000円使いました。なかなかリッチな朝ごはんになりそうです。まあ、お昼ご飯まで持たせるでしょう。買った食べ物はまだ後で列車の中で食べることにします。もうここから下関駅まではバスで行かないと間に合いません。朝出発したのは6時だったんですけど、もう3時間経っています。9時台はこんなに本数があるずらー、9時6分ですね。次はね、まあ、9分の3分後、4分後、1分後、すごいな。なんか向こうにもバス停ありますんで、まあ、この辺ね多分なんかもう1分か2分に1本ぐらいバス来てますよ。もう大量の路線バス便利です。この下関市は本州と九州の玄関口であり、また昔は統治していた日本領韓国への入り口でもありました。韓普連絡船というものは現在でも韓普フェリーという形で、戦後復活してまたそのまま営業を続けていますが、そんなわけで韓国人観光客も非常に多いこの町です。
山口県で最大の町、県庁所在地の山口よりもかなり栄えています。本州に戻ってきたところで引き続き、旅はもちろん続きますが、ここから先は別の動画、今度はこの辺りの大企業宇部興産につきましてご紹介をいたします。ありがとうございました。